弓浜合戦とは、永六七年に、毛利軍と天子軍との間に起こった戦いである。戦いの場所が三保の世から弓浜で行われたことから、弓浜合戦と呼ばれる。毛利もり秋国の吉田軍山城に生まれる。大内、天子氏を滅ぼし、中国地方随一の戦国大名となった。16世紀の前半から中盤にかけて、中国地方は、 大内氏と天虎氏の対立を中心に各地で争いが行われてきた。しかし、天文20年8月、大内氏の重臣、東高房がクーデターを起こし、主君である大内義高を殺害する事件を契機として、中国地方の勢力構図は大きく変わっていく。この事件を契機として、頭角を表してきたのは、秋国を拠点に活動する戦国大名、毛利氏であった。 毛利氏の当主、毛利元成は、天文二十四年十月一日に、東春方を、五福島の戦いで破ると、工治三年四月には、大内氏を滅ぼし、傍聴二国を新たに支配した。そして、永六二年には、備中国へ兵を進め、天子方の国人、昭子を屈服させると、同国の有力国人、三村氏らと手を組むことによって、備中一国を平定する。 A65 年6月には、天子市の岩見国の拠点、山吹城を攻略して、岩見銀山を掌握し、岩見国も支配下に収めた。一方の天子市は、大明寺の変異行に、岩見方面へ勢力を伸ばし、岩見銀山の掌握と、経済基盤の拡大を図った。しかし、a 6三年十二月十四日に当主であった、天古春久が急死し、その後着難。 天子義久が継ぐと外交政策の失敗等もあり天子氏の勢力は弱体化していった。義久が継いで2年と経たない永禄5年中頃には天子氏の支配する領域は拠点である出雲国と沖国、西方期の一部を残すのみとなった。戦国大名、天子氏が居城とした合算戸田城。永禄5年7月3日、毛利氏の当主。 元成は天腰を滅ぼすため出雲へ進軍する。元成に引きられた毛利軍は出雲へ入国すると、天子方の有力国人らを次々と復従させつつ、陣を進めていき、A65 年12月には、島根半島の荒熊へ本陣を構え、天腰の居城、ガッサンと出城攻めを開始する。元成がまず取った作戦は、 ガッサン・トダ城の補給路を断つことであった。A66 年8月13日、毛利軍は、天マ重機の第一とされる、白六城へ攻撃を開始し、同年10月中旬頃に攻略する。この白六城は、新事故の北岸に位置し、日本海に面した島根半島とガッサン・トダ城を結ぶ、要衝であった。これにより、天マ軍は、日本海から、島根半島を結ぶ、 補給路を断たれることになった。行松氏が居城とした小高城。一方で、毛利軍は、合山と田城の東に位置する、宝棄国の西側の攻略を進めていた。この西宝棄の地は、合山と田城の西側と東側で、軍事行動を密に申し合わせて攻撃することが、寛容と、元成自身が書状で述べているように、合山と田城を攻撃する上で重要な地域となっていた。 その西方期において、毛利軍が重要な拠点の一つとして位置づけていたのは小高城であった。この小高城は西方期北部に位置し、出雲国と宝紀国を結ぶ交通の要衝であった。そのため、西方期から合算戸田城へと続く補給路上の重要な拠点の一つでもあった。毛利軍にとって重要な拠点であった小高城は、 天子軍にとっても重要な拠点であった。小高城の城主、行松氏は、以前は天子氏に組みしていたが、天子氏勢力の弱体化や毛利氏の怪獣などによって、遅くとも、A65 年の夏頃までには、毛利氏に組みするようになっていた。そのため、A66 年5月から7月にかけて、天子軍は小高城に対し激しい攻撃を仕掛けていく。この戦いは、 毛利軍の当主の元なりが一時、落城を覚悟するほど、天子軍が優勢であったが、毛利軍の奮戦により何とか城は持ちこたえ、天子軍は小高城を攻略できずにいた。A67 年、天子軍は再び小高城を攻撃するため、またガ山戸田城への補給路を確保するため、島根半島の西端に位置する三保の関へ、向け進軍する。 天子軍は、三保の席へ進行すると、この地に、在陣していた毛利軍を一掃し、兵を駐留させて再び小高城を攻撃するための準備を進めた。この時、小高城の城主は、毛利軍の将、杉原森重であった。元来、より小高城の城主であった舐松氏は、永禄六年頃に病死し、その行、 松井への家督を継ぐ形で代わりとして森重が上司となっていた。森重は天子軍の三保の関中流を知ると、天子軍を討伐するため小高城より兵を引き、進軍する。対する天子軍も毛利軍の進行を察知すると、迎撃するため三保の関より兵を引いて出陣し、両軍は三保の関で退陣した。弓浜合戦に至るまでの毛利軍、天子軍の高軍ルート。 弓ヶ浜半島の海岸。戦いの結果は、天子軍が、毛利軍の迎撃に成功して、勝利を収め、毛利軍は、次女である小高城へと撤退した。戦いの内容については資料により、移動がある。合戦に際し、天子軍は兵を二つに分けたのに対し、毛利軍は兵を分けずに挑んだ。合戦は、天子軍の将、森脇久しなお、本大栄吉ら率いる。 第一陣の部隊と、毛利軍の将、杉原森主が率いるの二戦の部隊との衝突により、始まった。この最初の衝突は、アイロの地形を巧みに利用して戦った毛利軍が、天子軍を圧倒した。天子軍の第一陣が敗れて引くと、次に入れ替わって戦ったのは、第二陣に控える山中高生、立原久殺なら率いる戦の部隊であった。この第二陣の天マ軍は、 馬を四方に立て弓鉄砲隊を密集させた九丁の婦人を敷いて毛利軍に挑んだ。この二度目の戦いは甘子軍が毛利軍を圧倒した。毛利軍は部隊を維持できずに敗走を始め、さらに十丁ばかり敗走したところで、第二陣の後陣に控えていた秋上げ胸の部率いる部隊に横槍を入れられ、大崩れとなって回走した。回走した毛利軍は、 弓浜まで逃げてくると、この地で部隊の再編を図る。毛利軍の将、森重は小高い地に旗を掲げて、敗軍の兵600から700を集めた。ところが、そこには、天子軍の将、吉田八郎左衛門ら率いる友軍の副兵部隊が、いたため、さらに追撃を受け被害を出しながら、小高城へと退却した。合戦に際し、天子軍が兵を二つに分けると、 毛利軍も同じく兵を二つに分けて陣を敷いた。天子軍の当初の作戦は、まず第一陣がわざと敗れることで敵の追撃を誘い、その際にできる敵陣の乱れに生じて、第二陣が攻撃を加え勝利を収めるというものであった。合戦は、天子軍の将、森脇久しなお、本大栄吉ら率いる第一陣の戦の部隊と、毛利軍の将、入江大倉将優、 入江左衛門の神羅率いる第一陣の五百の部隊の衝突により始まった。戦いが始まると第一陣の天子軍は当初の作戦通りわざと敗れて引き、毛利軍の追撃を誘って陣が乱れるように仕向けた。しかしながら、毛利軍は天子軍の予想に反してその場で備えを固めて動かず、天子軍を追撃することも陣を乱すこともなかった。 当初の作戦通りに行かないことを知った第二陣に、控える山中高生、牛尾段正ただら率いる二戦の天子軍の部隊は、第一陣と入れ替わって、毛利軍と戦うも、毛利軍によって弓矢を追いかけられ圧倒される。毛利軍に圧倒された天子軍は、戦いの崇勢を挽回するため、第一陣と第二陣を集結させ、軍を再編しようとした。そうしたところ、 天マ軍の将、吉田八郎左衛門ら率いる300の部隊が遅れて、戦場に到着し、毛利軍に横槍を入れたため、その隙に、天マ軍は、山中高生、立原久津奈良によって、軍を立て直すことに成功した。さらに、第二陣の後陣に控えていた秋上げ胸のが、千の部隊を率いて、毛利軍の背後に回り退路を立とうとしたため、攻撃されそうになった毛利軍は圧倒され、 海藻状態となった。軍が海藻をする最中、毛利軍の将、杉原森重は、50機の兵で、天子軍に追撃を受けながらも7から8丁ばかり、引き海浜の地に着くと、浜の小高い砂山に3つ頭右どもへの旗を掲げて、廃山の兵500を集め軍を再編する。そして追撃してきた、天子軍に対し弓鉄砲を追いかけて撃退し、さらに半丁ばかり、 天子軍を追撃すると、取って返して1500の残兵を集め、部隊を2つに分けて、陣を敷くことに成功する。その後、天子軍も3000ばかりの兵を再編して、毛利軍に迫ったが、毛利軍の陣立てを見て、兵を引いたので、毛利軍も天子軍への追撃はせずに、小高城へと撤退した。戦いに勝利した天子軍は、 再び小高城を攻撃するも攻略することができず、敗れる。その後は、毛利軍による放棄国の支配が続き、A68 年初頭頃には、放棄一円が毛利軍によって支配され、天腰の巨城、ガッサン戸田城は完全に孤立する。そして、A68 年4月には、毛利軍によるガッサン戸田城攻めが開始された。ありがとうございます。